スノーマン・ラウール、10代最後の TGC に登場。9回連続出演で圧巻パフォーマンスを披露。ラウールさん、スノーマンが3月4日、第36回マイナビ東京ガールズコレクション2023スプリング・サマーイカ TGC のスペシャルステージに登場しました。ラウールさんは今回でマイナビ TGC2019SS に初登場後、5年連続9回目の出演。そして、 今年の6月で20歳を迎えるため、今回が10代最後の TGC 出演となりました。ステージでは、出演発表時に解禁となったオリジナルビジュアルで着用した衣装をミックスして制作したショーピースを着用。ラウールさんがステージに姿を現すと、会場は大きな歓声で包まれ、LINE ラ,ライブで配信を見守る視聴者の間では、来た。かっこいい。イケメンすぎてんな、との声が飛び交いました。ラウールさんは、 一点を見つめた鋭い眼差しで歩みを進め、ランウェイトップへ。しなやかな動きや体を跳ねさせる動きを織り交ぜた、ダンスパフォーマンスを披露しました。サングラスをかかると曲調ががらり変わり、アップテンポなナンバーに。勢いよく上着を脱ぎ捨てたラウールさんに、会場からはさらに大きな歓声が巻き起こりました。